皆さんこんにちは、タケです。今回はチャチャのロックについて説明したいと思います。まずはじめに踊ってみます。2、3、4、1 2、3、4、1。ロックのポイントですが、骨盤が正面なまま踊らないように気をつけましょう。まずロックをするときに骨盤の向きがこのように横の方向を向きましょう。このままロックをします。反対も同じように骨盤が横の方向を向いたままロックができるように。これが正面を向いたままになってしまうとあまり良くないので、このように、なのでそこを気をつけて骨盤の回転、ツイストをしっかり行えると良いと思います。あともう一つ、自分の頭が上にしないようにロックをした時、ロックをした時に膝がこう曲がりすぎてしまうと頭も一緒に落ちてしまいますので、あまり膝は曲げすぎずにロックをして頭の高さは変わらないようにやっていけると良いと思います。これがロックでこう膝が曲がりすぎちゃうと体も上下しちゃうので、ブレて見えてしまうので、そこを注意してやってみると良いと思います。